ジェット機のエンジンと同じ声量の動物。ホエザル、落雷で 120dB、ジェット機のエンジンの近くで 140dB ですが、ホエザルは同じく 140dB を記録するうるせえ奴ら。その声は5キロ先まで轟き、140dB は近くで聞くと鼓膜が破れます。秘密は発達した喉袋の共鳴。陸上では続いて声が大きいのはゾウの 117dB。しかし水中ではマッコウクジラの 236dB という記録があり、空気中に換算すると 174dB。 負けたからってホエールに向かって吠えるなよ。皆さん、今人が喋ってんだよ、うるせえな。ゴリラはなんでいるんだよ。